い、ザバニラです。ロックンロールリオクラブ9月の、はい、9月の、ラインナップを紹介します。はい、じゃあね、9月の3日と9月の10日、はい、これがね、キース・リチャーズ、ローリング・ストーンズ、キース・リチャーズの約23年ぶりの、ソロアルバム、クロス・アイド・パート、9月18日にあの発売になるんですけど、それにその前に、ちょっとおさらいをしておこうかなと思いまして、9月3日と9月10日リリース挑戦、キース・リチャーズソロアルバム、まあ、キースの話をしていくと思います。はい、はい、その次、これがですね、9月17日と9月24日チャレンジトーク現代用語の基礎知識、これねこれですこれをこの厚さ、これをバーッと開けて出たものを、出た用語を最初ランダムに話していく。マジっすか、うん、いいね、これチャレンジだ。いいね、俺の得意なやつ、得意っていうか、あのトーク力が試される。やらせなしね、やらせなしだよ。最初から調べておくとかね、ないんだけど、いいよ、バッと、はい、ね、知ってる言葉が出るといいね。もし出なかったら、なんとなくでいいですか。はいはい、9月の17日、24日はチャレンジトーク現代用語に基礎知識。曲はね、まあ、ARB とか、フルスターズ、RC なんかもあるようなところ、そういう、そうそうそう、ちゃんと好きなものをかけるか、かけるか、思ってますんで、はい、まあ、9月、まあ、そんな感じでやりますんで、はい、はい、じゃあ、ロックンロールレディオクラブ、毎週木曜日、スマイル FM というところでやってます。12時半から。うん、やってますので、ぜひ見てください。あー、はい、面白い。ね、ね、はい。じゃあ、そういうわけで、今月もよろしくお願いします。はい。